婦女急死んだ芸者一、もうよほど前のことである二十年は少なくも過ぎているその頃は私も若かったその後二十年こうして生きているから 私は年をとって白髪の方が黒い毛よりも多くなっているがあの芸者はああして死んでしまったから今日もまだ二十一の若い姿のまま私の心に生きているこう言うと読者諸君はいい年をして愛も変わらずヤブ医者商売をしている私を想像してあんな年寄りにも若い時があったのかとおかしくもなろうしまた 二十一の姿のまま私の心に芸妓が一人生きているなどと聞くと古い古いカビの生えたのろけ話を聞かされると思うであろう。が実際私の心に二十一の姿で生きているのは芸者にはそういないがその芸者というのは彼女が二十歳になった時から彼女が死ぬまで日夜私に命を呪われた。 あれな女な女のであるこう言うといかにもこの芸者と私とが何かあったように読者諸君は思ってまた腹を立てるであろうが年寄りというものはとかく話の筋を一本上司に言えるものであるからもうちょっと待ってもらいたい私はその芸者が一日も早く死ぬことを一年の間祈っていたのは 正真正銘のことであるというても私はその芸者に尻尾をつかまれていることなどあったわけでは妄ない実は医者としてその芸者が死んでくれるのを一日先週の思いで待っていたのである今にして思えばまことに気の毒千番のことであるがその当時の私の本心は 確かにその女の女死を祈っていたのである。たとえやぶ医者であっても医者と名の付く私が他人の死を一日先週の思いで待っていたというのは言語道断のことである今ではこう思うがその当時は何とも他に考えようがなかったのであるやはり若かったのだなと今では思うがまた 今でもあのころのわたしとしては最もっともせんばんなことであると思えぬこともないこういうわけでわたしから一日せんしゅうの思いで死ぬのを待たれたあの芸者はやっと1年後になって21を1号として死んでくれたわたしは胸をなでおろしたが申すまでもなくあまりいい気持ちはしなかった したがって、まだ誰にもこの事件は話したことがなかったのである。それを今度思い切って話すようになったのも、やはり私が歳を取ったからでもあろうし、また、罪滅ぼしの一つにもなると思うからである。大変前置きが長い。年寄りの残悔話であっても、もう大抵に本文に入らなくてはなるまい。が、 読者諸君にびっちりとその頃の私の心情を理解していてもらわなくてはこの話も興味の大部分が失われるかとも思われるからその当時の私の生活や私の周囲のことも一応は書いておきたい。2 その頃私はまだ独身でいた年は四十に近くなっていた四十近くなるまで私が独身でいたのは別に理由があったからではなくただ気に入った女がなかったからである私は四十近いまで独身ではいたが別に女に大した注文があったわけではなかったその証拠には 四十の年に初めてもらった女房を見てもわかるこの女房はここぞといって取り柄のある女では毛頭なかった一体女というものに注文をつけることができるほどこちらが取り柄のある男ではないのは百も二百も自分から承知しているその平凡な私が長い間独身で暮らしたのは前にも言った通り 気に入った女がなかったからである。気に入るとかいらぬとか言うが、結局気に入った女に出会うまで待つ人は古来ないものである。私などもご多分に漏れず、気に入った女にはとうとう会わなくて、いつとはなくその気に入るという標準を下落させて、自分をごまかして、 気に入った女にやっと会えたような気分を作り上げて結婚したのである。どうも話が横道に入って困る。この辺りでまた本堂に入ることにする。大抵私という男がどんな気分の男であるかは分かったろうと思う。で、事件の発端とも言うべく、私がある芸者屋のお出入り者となったことを話さなくてはなるまい。 もちろん私はその頃は独りものの十歳頃であるさきにも言った通り気に入った女がなければ結婚せぬ決心をしていたのであるがやはり独り者では万事都合が悪い医者などというゲスの商売をしていると独り者であるととかく評判が立ちやすい実際こちらが独りもののゆえであるか 女の患者の方が多いのであるその多い女患者の中には評判の種になりたがってくる連中などもあったと言ってみたいのであるところでその時私は考えてみたのである評判が立ちやすいのは独身であるからに相違ないが 四十近くなるまで人並みの道楽というものを私はやらないから評判が立ちやすいのである一つ人並みの程度まではお道楽もやってみようと大決心を起こしたのであったその手始めとして一軒芸者屋を見つけ出したのであるその芸者屋を選ぶことになったのも全く偶然のことで ある日の夕暮れであったが私は当年39の足を引きずりながら方針から帰りがけにいわゆる「強者の巷を通ったのであるお察しの通り強者の巷の夕暮れであるからお湯帰りの芸者さんたちが首ばかり白く塗り立てて右手に手ぬぐいの中におしろいの瓶を包んで持ってくるのに大分出会わした なるほどいいものだなとしみじみ思いながらぶらりぶらりと往診カバンを持って歩いていると横から牛の腹を立てた時とでも言いたいように一匹の犬が飛び出してきた元来大嫌いの犬であるがちょうど芸者とすれ違う瞬間であったので逃げるにも逃げられなかったのではっと思うと同時に 私はその犬の横っ腹を足で蹴り上げたのである犬はギュッと声を立てて左側の芸者屋の入り口までひっ飛んでいって目を白くして長く伸びてしまったあらぼちちゃんが。 可愛い声がして、その芸者やからお酌が出てきた。私は自分ながら乱暴を働いたのと申し訳なくなった。お酌がまずポチを見て、それから顔を上げて私を見た。いや、これは失礼。私はその犬に近寄った。その時家の中から、土ラを着た大病な男が出てきた。 私はその大男を見て恐縮してしまった音に聞く爆ち打ちの親方というのはこの男であろうどうも申し訳ないちょっとした弾みで私はその男に頭を下げながらその犬に近づいて早速カバンから聴診器を出したおよしなせよもったいない 人間様を見る機会で畜生を見ちゃバチが当たる私はその声が案外落ち着いているのを感じてちょっとその大男を見た大男は土間ま,まで出てきて犬の尻尾を動かし出した大丈夫死にはしねえ気絶しただけだ私はいよいよ恐縮した うっかり下駄が横っ腹に触ってしまって、一つ注射をしてみましょう。ああ、注射は面白い。一つやってみてください。こういうわけで、この犬はカンフル注射一本で気を取り直したのである。それが縁で、私はこの芸者屋の親父と知り合いになったのである。その晩は、 親父が強いというので上がり込んで酒をごちそうになってしまったそれ以来この芸者屋のかかりつけの医者は私ということになったのである近来は話の間にエピソードとかいうのを入れるのが流行するそうであるから私も一つここで相話を入れてみる元来この話などは相話がなくては一向面白くなくなるはずの話なのである この芸者屋の親父というのはこの辺りきっての爆地打ちの親分であってもちろん今時はそんなことはあろうはずはないから明治初年頃のことであるこの親分のところでわらじを脱いだ連中が二十人ほどあるがその連中がみんな揃って芸者屋を始めたのであるもちろん爆地が止められてから連中は空に困るようになって りりバラバラになるしかなかったのであるがそれをどううまく立ち回ったのか頭をそろえて芸者を配分したような具合で芸者屋になったのであったもちろん立ち遅れた子分は土地を出たのもあるがまたいつともなく帰ってきてきちんと芸者屋に入り込んでしまった4 こうしてこの町にねじろを構えた二十何軒の芸者屋の総大将の親分がしみじみと考えてみたのに今まではありとあらゆる悪事を尽くしてきたがこれからはその罪滅ぼしに自分の過去を葬るために将来は誰と言わず悪事を働くやつらを片っ端から警察へ密告してやろう」。そして、 この町から悪人というものをなくしてみたいと考えた。それ以来、総親分は、警察署や検事局へ毎日のように密告をするので、悪事を働く者どもは油断も隙もできなくなる。また、お役人たちも直に悪人を見つけ出すことができるようになって、誠に便利にはなったが、元来が頭の単純な方であるから、 時には途方もない当てはずれの訴えが出てくることもあったらしい最も滑稽なのは一人の芸者といい仲になっている客が他の芸者と怪しくなったのを見つけてどう勘違いをしたのか低層蹂躙だと訴え出したことさえあるこんな奇妙な訴えでお役人も困りきったこともあるがとにかく昔のお目付け役ほどの役には立っていたらしい その方面の仕事を56年も続けているうちにいつともなくこの親分は私立秘密探偵とでも言うようなことに手を出し始めた部下が何十件も芸者屋を出しているのであるからその芸者を手先に使っての探偵ではあるし実に詳細に調べることができたのであるそして関心なことには探偵して知ったことを決して他人に漏らすことがなかった 噂に聞けば大分探偵を依頼した人もあったらしいある日ある芸者が病気になったので私はその家に往診したがその時の話に数日前にこの町に来たなんとか大臣が金を5,000円ほどなんとか会に出させる約束をして推理券を誰とかにくれる密約をしたが相手が大臣なので検事局でも手を出せない。 いいから大臣の女房にこの町での浮気を知らせてやった」など私に話して聞かせたこういう人物がいては世の中が恐ろしく狭くなるなと思って私はひやひやしたこんな気質の親父ではあるが妙に人を信用する性質で特に私に対する信用は実に絶大であった その信用のために私はとうとうこの家の芸者の死んでくれるのを一年余りも日夜祈らなくてはならぬことに立ち至ったのであるがこの親父とだいぶん仲がよくなってからのことであったがある日親父が私のところへ遊びに来ての話に 私が独身でいるわけを話せということになった別にわけはないが気に入ったのがないからまだブラブラしている一体どんな女が気に入っているんですそいつがわからんこんな話をしてからおよそ2週間ほど毎晩親父は私を酒飲みに引き出した おそらくこの2週間内にこの町での代表的芸者の5、60人は入れ替わり立ち替わり私たちの前に出てきただいたい目星女どもは来たなと思った頃親父が私に聞いたどうです先生誰か一人くらい気に入ったのがありませんか私は初めて親父の考えが読めたのであったが 親父から言えば私の女房なんか芸者に限ると思うかもしれぬが私から言えば何も芸者ばかりが女とは思われなかったしかしあまり彼が熱心であったからまずまずというところの女の名を一人言ってみたおおシンガルのクレハですかなるほどよくわかりました 親父はすっっかり飲み込んでしまった。私もあまり親父が気が早いので少々薄気味悪くもなってきただが親父さん別に呉葉を女房にするつもりで行ったのじゃないからそれを間違えぬように頼みますよまあいいですよ大船に乗った気持ちでいてください細工はここにやります 親父はこう言って胸をたたいてみせたもう私もその頃には四十近くなっていたのであるからどうも気持ちが悪くて困った親父が一人勝手でクレハに談判など始められては降参であるクレハから言えばとにかく相当な玉残しである乗りたくなりそうに思われる後になって断りでもしたら あの親父のことであるからまた検事局へでも訴え出ぬとも限らぬこれは困ったことであるこんなハメに落ちて私も大分反問したで安全弁といった具合に例の女房を大急行でもらったのであるだから先に言った通り例の女房は 気に入ったというわけではない6私が女房をもらうと決めて結納を送った日の夜だったが親父が羽織バカまで私のところへ来たしかも女客一人を連れてきたのである薬局生の取り次ぎで私はそれを知った時 胸がドキドキした。いよいよおじさんはクレハを押しつけに来たにそういない。こちらはすでに女房を取り決めたのであるから断るのは造作もないが、あの親父であるから名誉毀損の訴えを犯すかもしれない。いよいよの時は頭を畳にすりつけて詫びをするしかない。こう覚悟をして親父を座敷に通して、 心を落ち着けて出てみると、なるほど、親父は珍しく第一公式である。そのそばに、これはまた天下の美人とも言うべき娘が小雀のごとく座って下を向いている。クレハのくの字もない立派な娘であった。いや、夜分でもして失礼いたします。実は、 このお嬢さんはと親父は東京の神問屋の娘だという人を連れてきて私にもらえというのである読者諸君もお察し願えるであろうが実に私は終生の失敗をしてしまったこの娘さんと私がもらった女房とはとても比べ物にならないほど違うのである もう五六日早く親父がこの娘さんを連れてきてくれれば私は親父を一生ありがたく思ったのであるものを私は正直に結納を送った話をした親父はちょっとびっくりしたようであったがいやそうでしたかそれはおめでたいことでと言ったきり 娘を連れて帰ってっっいたその娘さんは呉派の姉で元新橋でならしたことのある今の紙問屋の女主人の二番娘であったのである持参金3万円で四十になった私を要望させてくれるつもりだったと後から聞かされたのでは何にもならなかったのであるこういう親父とこういう私とであるから 世の中を飛び離れた付き合いであった。私は結納を出したまま一年半ほど女房にしなかった。というのは別に嫌気がさしたわけではなかったが、どうも例の紙問屋の娘が妙にちらつくので、その姿が見えなくなるまで何とか彼と会って嫁にするのを伸ばしていたのである。ちょうど都合よく、 私の郷里にいたおふくろがそのころ病死したのも結婚を伸ばすいい理由になったのであるこの婚約から結婚までの一年半の間がちょうど私の話そうとする例の問題のあった年月になるのである七。 クズの家の親父はよくいろいろのお酌や芸者を探し出してきたそして大いに当てたり損をしたりした孫徳がちょうど博打のようで面白いと私に話して聞かせたある時東京から探し出してきた芸者がこの町に来て1ヶ月ほどで6億円を起こして死んだことがあるその時は親父も大分損をしたらしい バカを見ましたよ。ちょうど5,000両ばかり損しちまいましたまあバクチが外れたと思うしかありませんよ。損をした割には平気でいた平気には見えたが相当に懲りだと見えてそのあと芸者を抱える時は必ず私のところへ連れてきて健康診断をしてもらってからにするようになった。 従って、クズの家の稽古は、まず第一に私が顔を知るわけになったのである。その後私は七、七八人ほどの女の健康診断をしたが、どれもこれも急大した。そしてその女どもは出てからも丈夫でいた。私も、親父の信頼を傷つけるようなことにならぬのを喜んでいた。ある夜私は、宴会があって酒の席に出た。 その時もう二十歳くらいの娘であったが元気のいい座敷持ちも顔もいい新子にあった酒も飲むし酔っても酔わなくても面白い子であった大分評判がいい女であるので名を聞いてみたそれが図らずもクズの家から出た新子であるのを知ったそのあと月も過ぎた頃であったと思うがその義が風邪をひいたので 私のところへ診察を受けに来た私はその女を診察した時聴診器を胸に当てた時実に驚いた立派な敗線カタルであって誰が見ても分かる程度である私はそれを知った時この女だけは初めに私のところへ健康診断に来なかったのを思い出した親父のやつ 売れそうな気なので、俺にケチをつけられるのが嫌で、こっそり入れたな。私はこう思って、皮肉の笑みを浮かべた。が考えてみれば、一度親父に話してやっておかなくてはならない。自分が診察しないならばいいが、診察した以上は話しておかなくては、今までの信頼に背くことになる。私はこう思ったので、 女が帰ってまだ家に着かぬうちに電話をクズの屋にかけてやったそして親父を呼び出して配線の悪いことを話してやったおーなるほどでは早速やめさせます親父は案外単純に言った後になって分かった話であるがこの女のために親父は3,000円とか損をして 女を親元に返したのだそうである私はこの女が早速返されたと聞いて私を本気で信頼している親父の心を嬉しく思ったこうして私が辞めさせたその女は意外にも一月と経たぬ間にまた町に現れてきたしかも葛の屋の隣の家から出たのであった 私はそのことを首席で知った時頭をガンと太い棒で殴りつけられるほど驚いたしかもその女が相変わらず元気でお客様どもの前をうまく跳ね回るのを見た時いよいよ足元をすくわれたような気がした8 私が病気だと診断をしまたその診断を親父が信用して親元に返した女が一月とただの間にまたも隣の芸者屋から現れ出たということは私にとっては尺に触ってたまらぬことであった私は初めて彼女が二度目の妻を取って首席に出たのを見た夜別の席にその女を引き出したどうだねその後の様子は 私はこう聞きながら、いまいましさと情けなさの混じった妙な気分になって女を見た。どうだねって何のこと私何ともないわ。この通りピンピンしているわ。女はこう言って元気よく歌い出した。私は旗を巻いて逃げ帰ってきた。酔いが出てきて眠くもあるが、どうも眠り込めない。 あの女は確かに敗戦カタルであったがあれは一時のものであったかもちろん初期のものであるからさあどんどんと進行するはずはないいつかはまた悪くなるのかもしれないそんなことを気にしたってもくだらないこう考えてはみるものの今夜のあの元気は大変であるあの調子ではもう全壊してしまったのかもしれぬ あるいは、自分の誤信であったかもしれない。いろいろに考えると、あの女の歌う声などが耳に響いてくる。私は酒を飲みだしてやっと眠った。その日以来、酒を飲みに行く気にもなれなかった。もしひょっとしてあの女にまた会うようなことがあると、 へその底をなでられるような気がして耐えられぬ一週間ほどは酒も飲まずに家の中に引き込んでいたその後往診先で酒の地層になった帰り道でふとまた酒を継ぎ足したくなってうっかり行きつけの料理屋へ寄った先生どうなさったのですしばらくお見えになりませんね 女中にじろじろ顔を見られた誰を呼びましょう近頃松尾屋から来たポンタをご存知それは面白い技ですよ私はその言葉を聞いて降参してしまったあいつは虫がすかん私は頭から怒鳴ったその調子が荒かったので女中は私の顔を見たがすぐにまた言った ああ読めましたよ体が悪いって先生がおっしゃったのでクズノヤでは捨てたのですね誰がそんなことを言ったクズノヤの女将さんが今日話しましたよいかにも残念そうでしたよ女中は前後取りに下がっていった私はクズノヤの女将が あの女が売れるので惜しがっているのだということをすぐに察したきっと陰では私のことをやぶ医者と言っているのであろう思えばいまいましい女である私は女中がまた出てきた時思い切って言った「おい ポンタをやめ。一つ俺が見てやる。そうなさいよ。だけど毒なんか飲ませちゃいけませんよ。女中は笑って出て行った。女中は毒と言った。実際毒でも飲ませてやりたい。クズのヤの女房はおしゃべりであるから色々言っているだろうが、あの親父は私のことをどう考えているのだろう。 まさか女房と同じには考えはしまい。そうなれば、いよいよあの女がピンピンしていては申し訳なくなる。一時間ほどしてからポンタは来た。痩せるどころではない、健康そのものの現れのような顔色をしている。相変わらず元気かい。先生には申し訳ありませんが、この通りです。 女はこう言って腕をまくってみせたいよいよ腹が立ってくる女の身でそういうしっけいな口をたたくならばこちらも相手になってやれと思って私は酒をすすめた女はぐっと飲んで杯を返したその杯を私は手に取って女がなみなみと継ぐのを見た時 これを飲んでは危険だと思った。私は女が敗戦カタルであることを確信しているのである。私は酒を下に置いた。先生、それはずるいわ。私にばかり飲ませて。私は老狽してちょっと酒を見た。どうせそうでしょうよ。先生は私を廃病にしたいのでしょうよ。 私の酒好きにはばい菌があると決めてかかっておいででしょう。どうせ私は肺病です。女は妙にすねてくれ。そうじゃない。今飲む。いいえ。お飲みになっては危ない。私が飲みます。さあ女は手を長く出して酒好きを取って飲み干したと思うと、パチンと。 杯を庭の敷石に叩きつけた私は呆れて女を見つめていた女はすっと立って部屋を出たその後ろ姿を見た時私も腹が立った客を客とも思わぬ太い態度であるおい待て貴様帰るのか誰が帰るものですか お客に呼ばれて帰っていられますか杯を二つ持ってくるんです先生のと私のと女は廊下を去った喧嘩は私が負けである私は腹の底からものが煮立ってきたよし今夜は酔い潰してやれ それれで女がまたたた悪くなれば願ったりかなっりりだ。私はこう覚悟を決めたポンタは杯を二つ持って出てきたそして座るなり媚びを作った先生勘弁してください私今日他のお座敷で腹を立ててきましたのでつい私は急変した女の態度にまた出花を折られた まあいい。飲もう。ええ、いただくわ。だけど先生、私確かに胸が悪いのよ。痛むんですもの。どうせ長くないのだと思って、思い切って今度出てから暴れてるのよ。だけど、心細いわ、私。大丈夫だよ。 もう治ったのだろう。私はこう言うしかなくなった。その夜ポンタは酔いつぶれるまで酔った。そして繰り返して心細そうなことを言った。終わりには泣きながら酒を飲んでいた。10 ポンタの本本心心らしいいを聞いて以来、私という奇妙な医者もただ一本上司に彼女の死ぬのを祈るわけにはならなくなってきたけれどもポンタが売れっ子となればなるほどクズノヤの親父に対して申し訳なくなってくる私は酒を飲みに行くのが恐ろしくなってきたのである私はできるだけ酒の席に出るのを控えていたがやむなく出なくてはならぬ時もあった 一度医師会の後の懇親会の時に仕方なく出た時にポンタは案の定出てきていた私がいるのに気がついたポンタはその夜はどうしたのか私のそばへ寄ってこなかった私はポンタの近づいて来ぬのを見て何とも言えず妙な気になってきた「どうして私のところに来ぬのであろう」「やはりどこか体の具合が悪いので」 特に私のそばへは来んのであろうか。と思ってみれば、眉のあたりがどこともなく寂しい。私は時々ポンタを見つめて彼女の行動を注視していた。彼女は他の医師からは平気で杯を受け、きを返している。どうもポンタは故意に私に近づいて来の様子である。私はそれを見て、 確かに彼女はどこか体の具合が悪くなったのであると思い出した私は安心したような気分になったとにかく私が診察して近い将来に働けなくなると言って葛の屋から辞めさせた女であるそれが私や葛の屋に対する面当てででもあるように隣の家から1ヶ月とたたぬうちに出たのである 彼女が病気で働けなくなるのが早ければ早いほど私はクズの屋に対して申し訳が立つわけであるがまた考えてみればポンタが働けなくなるのを祈っているのは医者としてはあまりいいことではない私もその頃、四十近くなっていたのである私はその会にいるうちになんとなく嫌な気分になってきたので早く帰ろうとして 仲間に見つからぬように座敷を出てこっそりと玄関に出るために長い廊下を通ったその時後ろから足音をバタバタさせて誰かが追ってきた私はまた例の酔っ払い仲間だと思って足を早めたその時肩を柔らかく私は押さえられた振り向けば思いがけなくもポンタであった先生 すみませんが今夜ちょっと私の言うことを聞いてくださらないそういう顔を見れば近来のポンタではないどことなく寂しくなっていた私は実際はポンタが病気になるのを祈っているのではあるがいつもこうして悪くなるのを祈っている等の女が寂しい懇願の目で私を見つめているのを見た時妙に感傷的な気分になってきた。 おう聞こうよありがとうございますどこかで私を今すぐかけてください女はこう言って寂しく座敷へ帰っていった私はそこを出てブラブラと街を歩いているうちに ふとポンタの言ったことを忘れてしまってクズノヤへ寄りたくなってしまったクズノヤへ寄る気になったのは一つは親父さんがポンタのことをどう考えているか探りたくなったのであるクズノヤの親父さんはいろりのそばで新聞を見ていた「いやあ先生お珍しいですな一向にぶさたしていました。 ご無沙汰に限るよ。私は親父の出す布団に座った女将さんは今朝から当時にやっちゃいましたバカなやつで例の女また町へ帰ってきたあのポンタがバカに売れるので前のことを言い立てて隣へ談判に昨夜行ったと聞いたので 散々頭をポカポカお見舞いしてやりましたよ。女っていうものは、目先ばかりでしようのないものでさ。はははは親父さんはいかにも醍醐徹底した顔をしていた。だが、ポンタはなかなか元気がある。私が見間違いをしたとは思わんが、 大丈夫ですよ先生のにらめたことに外れっ子はありはしませんよ今に見ていてごらんなさい血を吐きますから親父さんはこう言って私を慰めてくれたようなものであるこう親父に言われると私は何となく安心していられるような気がするどちらが医者なのかちょっと見当がつかない うちではあの女で大分損をしたんだろうええ。だが、自業自得でさ。わしが留守だったので、抱えるとき先生にご相談しなかったから、こちらの手落ちでさ。親父はあくまでも私を信用しているのである。私はこんな話を聞きながら大分安心した。そしてポンタは、 近いうちに働けなくなるにそういないと確信してしまったそう安心するとたった今ポンタに頼まれたことを思い出してクズノ屋を出てたまに行ったことのある町へ寄り込んだポンタは早速来たそして私に一つ尺をしてから言い出した心細そうに目を伏せて近頃の元気はまるでない私 この二三日、なんだか変で困るんです。夜は気持ちの悪いほど寝汗が出てくるんですわ。私、他の先生に見てもらおうかと思ったんですけれど、こういう商売をしていては、また新しい先生に見てもらう気に、どうしてもなれないんです。すみませんが、こんなところですけれど見てくださいませんかお願いですから。 ポンタは哀れな姿で私に頼んだ。私はなんだか気の毒になって承知するしかなくなった。十二。私は家へ使いを出してカバンを取り寄せてポンタを見てやった。見る前に私は。 もしポンタがまた悪くなっていたならばどうしたらいいだろう心の底ではポンタがまた悪くなっているのを望んでいるのではあるけれどこうして心の底までも打ち明けて頼む女の心を推し量ってみればできるならばあまり悪くないのであってほしい私は取り留めぬ心でポンタを診察した案外であるか当然であるか私にはわからぬが とにかくポンタの右の肺は相当に悪くなっていた大したことはないが少し疑わしいからあまり酒など飲まない方がいいよ熱が出るかもしれないから毎晩測っておらん私はポンタの気を鎮めるように静かに言って聞かせたポンタは私の話を聞いて覚悟していたと見えて驚きもしなかった そうでしょうね。クズのヤの母さんの一心だけでも悪くなるはずですわ。それに、先生だっても。ポンタはこう言ってポロポロと涙を落とした。私は答えようもなく黙っていた。だけど先生、どうしたら一番いいのでしょう。休んでしまいましょうか。 私は返事に困った。ポンタが休んでいると聞いたならば「葛の家ではそれ見たことか」と両手を挙げて喜ぶであろうそうなれば自分は言い訳は立派に立つけれども私が見て休ませたとあっては自分でも卑劣な考えからであるように気がとがめるまあ、とにかく朝晩に熱でも測ってみて。 毎晩決まって出るようだったならば休むとか転地するとかしなくてはなるまいねまあ今からそんなに心配することはないさそうですかありがとうございました一体私がバカだったんです先生に悪いと言われたのをただ悔しがって無理をして出たのが悪いんですしかもお隣の松前から出るなんて ずいぶんくずのやを踏みつけにした話です。それも、くずのやのお父っつんが、ああまでして、応存をして私に楽をさせるようにしてくださった、その恩も忘れたようなことをしたから、チが当たったのですわ。自業自得だわ。ポンタは、こう言って寂しく笑った。こう言われると私も薄気味が悪い。 私は心の底ではポンタの病気の進むのを祈っている。確かにそれを願っている。しかもポンタの病気は実際進行している。それはポンタも知っているのである。医者でありながら患者の病気の悪くなるのを願うというのは何とした運の悪い巡り合わせにあったものであろう。どうも気持ちが悪い。 1 3二3日過ぎてからポンタは朝の11時頃決まって私の家の勝手口からこっそりと診察を受けに来るようになった夕方になると37度56分決まって熱が出てだるくて困ると言っているそう言いながらもでも毎晩お座敷は欠かさないんですよ どうせ死んでしまうんですからこのごろは私お酒ばかり飲んでいるんです私が死んだらばくズの屋では喜ぶでしょうねと言って捨て鉢な顔をして笑っていたこう言われると私も心の中で前にはポンタの悪くなるのを祈ってい,いまた 今でもきっと本心ではそう思っているかもしれぬと思って気味が悪かったその後は私は一度も酒の席でポンタに会ったことはなかった一度私は葛の屋の気が悪くてその頃往診したことがあったがその時親父さんがどうして知ったのか私にこう言ったポンタが。 ととうとう悪くなって先生のところへこっそり見てもらいに行ってるそうですがかわいそうだから何とかして食い止めてやってください一体あの女も気ばかり強くて面当てに隣へ頼み込んで出たりなどするからこういうことになったのですだが気の毒は気の毒ですから親父がこう言った時 私は初めて安心した実は親父は私がまたポンタのことを心配して治療してやってると知ったならばあるいは腹を立てはせぬかと思っていたのであったがこう情を込めた言葉で親父がポンタのことを心配しているのを知った時私は目の中が熱くなるような気がした心配はしてるが結局ダメだと思うね。 私はこう言うしかなかなった。私がポンタを診察しだしてから二月ほどはポンタは働いていた酒を飲んでにぎやかにするので相変わらず売れていると聞いた3月目に入って秋風が立ってくる頃からはポンタの熱がいよいよ高くなってきてとても座敷へも出られなくなってきた私もポンタがだんだん痩せるのに気がついたので やめて親元へ帰るのをすすめていたが、その時には、ポンタを松違いでどうしても話そうとしなかった。もちろん金さえ出せば帰れるのであったが、その金ができなかったらしい。十四。秋雨の降る日の夜、ポンタは、 最後に私を訪ねてきたそして来た時から帰る時まで泣き続けていたうちの母さんが今日言うんですよ先生は元葛の屋に私がいた頃私が病気があるから損をしてもやめさせろと葛の屋に話したお医者だそんなお医者に今までかかっているから だだんだん悪くさせられたのですってそしてあすからははたさんよりほかへ行ってはいけないって言うんですですから私もうあがれないんですポンタはこう言ってポロポロ泣いた私はなんと返事のしようもなかったそれっきりポンタは私のところへも来なければ 座敷へも出なくなったそれっきりポンタは私のところへも来なければ座敷へも出なくなったその冬が過ぎて梅の花が咲いてそれが桜になる頃ポンタはその町で哀れな死に方をしてしまった死んだ時に21になっていたポンタが死んだのを知らせに来たのは やの屋の親父であった先生の目は確かなものだおかげで私はただ3000円の損で済みましたよそれを松がへの欲張りはちょっと5000円も損をしたでしょうなこれで私も留院が下がりましたよ先生も安心なさったでしょう 何しろ、またポンタが出て売れているのを聞いたときは、私だっていい気持ちはしませんでしたからね。先生もでしょふ <laughs> だが、気の毒な義だから、葬式には行ってやるつもりです。あの頃、ああは行ったものの、親父もやっぱりポンタの死ぬのを待っていたのだった。 私とても、ポンタの死ぬのを心待ちにしなかったとは言えない。が、二十年経って、六十の坂を越した今日になって思うと、ポンタは死んで自分は生きているが、自分は歳をとったが、ポンタはいつも二十一の若い芸者で、私の心に残っている。やはり、 死んだポンタの方が幸福であるらしい。その若いポンタの姿で私の心にいつも浮かんでくるのは、あの待合で私に診察をしてもらってから、派手な下着を合わせながらスラッと立った、あのゾッとするような色めいた品のいい姿なのである。私も歳をとった。六十を越してしまった。 医者を始めて以来三十何年になった。その長い年月の間で病人の早く死ぬのを待ったのはただ一人、ポンタという哀れな芸者だけである。歳をとってみると、そのポンタの若い美しい姿がとかく目に見えてくる。そろそろ私も、 株を人に譲って、高野山へでも引き上げることにしよう。ああ。疲れてきた。